センターバック、サイドバック、ディフェンシブミッドフィールダーを務めることができる。アヤックスに所属し、オランダ代表にも選出されている。元オランダ代表監督の父、ダニー・ブリントも、かつてアヤックスで、ディフェンダーとしてプレーしたサッカー選手である。アヤックスのユース出身の選手であり、フロー人間への起源付き遺跡を経験した後に、レギュラーとなった。 エールディビジオン連覇達成後の2014年9月に1380万ポンドの遺跡金でマンチェスターユナイテッドに加入することになった。2018から19シーズンからはオランダに復帰し、若手時代を過ごしたアヤックスに移籍した。2013年に A 代表デビューを飾り、2014FIFA フフワールドカップに出場した。 ファーストネームはしばしばダレイやデリーと表記されるが、ダレイではなく、デイリーと発音される。アムステルダムに生まれ、父親と同じ地元にあるアヤックスの下部組織に加入した。2007から08シーズンは、正式には B ジュニア所属であったが、多くを A ジュニアで過ごし、2008から09シーズンにトップチームへ昇格した。 ユースチームではミッドフィールダーを務め、守備的な中盤のポジションなどを担うことが多かった。将来性を高く評価されたブリントは2007年には、リザーブチームである、ヨングアヤックスでキャプテンを務め、17歳であった2007年3月に2010年7月1日までの、プロ契約を結んだ。2008年12月7日に行われたアウェーの FC、フォレンダム戦で、 エヨングエノート61分に交代で出場し、トップチームデビューを飾った。試合は出場した3分後に、ブリントが獲得したコーナーキックから、ヤン・フェルトン・ゲンの決勝ゴールが生まれ、アヤックスは2から1で逆転勝利を挙げた。2008年12月19日には2013年6月30日まで契約を延長した。2010年1月5日、 2009から10シーズン終了まで FC フロー人間への期限付き移籍が決定した。フロー人間では右サイドバックを務めることが多かった。アヤックスから150万ユーロの移籍金でフロー人間へ完全移籍することで話がまとまりつつあったが最終的に実現することはなかった。アヤックスでプレーするブリント・アヤックスに復帰したブリントは 2010から11シーズン、2011から12シーズンのエールディビジニ連覇に貢献した。ブリントにとって一度目の優勝は、アヤックスの30度目のリーグ優勝であったが、ブリント自身はファンからブーイングを浴びて、ピッチを去ることもあった。しかし、ブリントは、フランク・デブール監督の信頼を得て徐々に、出場機会を増やし、2012から13シーズンには、 左サイドバックのレギュラーポジションを掴んだ。2013年4月23日、マルク・オーフェルマルスは、ブリントと2016年の夏までとなる3年間の契約延長に合意したことを発表した。5月5日には、ビレム2を5から0で下し、一節を残してエール・ディビジ、3連覇、アヤックスにとって32度目となるリーグタイトル獲得を決定した。 そのシーズン、ブリントは、クラブの年間最優秀選手に選出された。2013から14シーズンは、本来のポジションである中盤で起用され、ブリントは、オランダ年間最優秀選手賞に選出される、活躍を披露し、アヤックスは、リーグ戦4連覇を達成した。2014年8月30日、メディカルチェックと、個人合意を残すものの、 マンチェスターユナイテッドとアヤックスは、ブリーンとの遺跡について合意したことを発表し、9月1日に1380万ポンドの遺跡金で正式に遺跡が決定した。9月14日に行われた、クイーンズパークレンジャーズ戦でデビューを果たし、4から0の勝利に貢献した。この勝利はチームにとって、シーズン初となる勝利であった。 10月20日に行われたウエストブロムウィッチアルビオン戦で初ゴールを記録しブリントのゴールによりチームは2から2で引き分けた11月16日に行われた UEFA ユーロ2016予選のラトビア代表戦で膝の人体帯を負傷し2014年の残りのシーズンを欠場する見込みとなった2015年1月11日に行われた サウサンプトン戦で復帰し、最終ラインでフル出場を果たしたが、チームは0から1で敗れた。2月8日に行われたウエストハムユナイテッド戦では、アディショナルタイムに1から1となる、同点ゴールを記録した。2015年9月12日のリバプール戦では、シーズン初ゴールを決め、勝利に貢献、マンオブザマッチに選ばれた。 2016から17シーズンのサンダーランド戦にて、シーズン初ゴールを記録した。UEFA ヨーロッパリーグ2016から17、決勝でも、先発として、プレー、優勝に貢献、大会のベストイレブンにも選ばれた。2017から18シーズンは、ジョゼモーリーニョ監督の構想を外れ出場機会を大幅に減らしたが、10月31日、 チャンピオンズリーググループステージ第4節、ベンフィカとの対戦では PK で得点を決めた。2018年7月17日、フルスアヤックスに復帰した。契約期間は4年間、遺跡金は1600万ユーロ。2018年12月16日のでフラーフスハップ、戦ではキャリアで、初のハットトリックを決める活躍を見せた。 KNVB カップ決勝のビレム2戦では先制ゴールを決めて優勝に貢献した。チャンピオンズリーグでも準決勝に進出、トッテナムに逆転負けで決勝進出をあと一歩で逃した。リーグ戦では優勝に貢献しリーグのベストイレブンに選出された。2019から20シーズン、ヨハン・クライフ・スハールの PSV 戦でチームの2点目となる。 ミドルシュートを決め優勝に貢献した。UEFA チャンピオンズリーググループステージ第6節、バレンシア戦後に、心筋炎と診断され、ひかうえ込み型上裁動機の処置を受け、約2ヶ月間欠場した。2007年には U-17 オランダ代表として UE U、UEFAU-17 欧州選手権に、出場した。 出場停止のグループリーグ初戦をスタンドで見守り、2戦目の U-17 アイスランド代表戦では2得点を挙げたが、その試合で足首を負傷して残り試合を欠場する、羽目になった。2010年には U-21 オランダ代表として UEFA、U-21 欧州選手権予選に臨んだが、予選を通して控え選手という立場は変わらなかった。 10月13日の U-21 ポーランド代表戦ではクラブでチームメイトの CM でヨングトノとの途中交代で同予選初出場を飾った2018から19の UEFA ネーションズリーグでは決勝でポルトガルに敗れたが決勝進出に貢献それまでも招集された経験はあったが 2013年2月6日にアムステルダム・アレナで行われたイタリア代表との親善試合に左サイドバックとして出場し A 代表デビューを飾った。試合は1から1で引き分け、ブリントはフル出場を果たした。2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選ではイエトロ・ウィレムスからポジションを奪い4試合に出場した。 2014年6月に 2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、初戦のスペイン代表戦に左ウィングバックのポジションで出場し、ロビンファンペルスとアリエン・ロッベンのゴールをアシストし、5から1の勝利に貢献した。2014年7月13日に行われたブラジル代表との3位決定戦でチームの2ゴール目を挙げ、 代表のアシスタントコーチを務めていた父、ダニー・ブリントが見守る中、代表初ゴールを記録した。ありがとうございます。